はいっす。なんかまた、はい、新しいコラボが決まりましたね。決まったようでございますね。まあアンダーグラウンド系が好きな方にはね、ああ 会長と呼ばれてるあの方ですね。会長と呼ばれてるね、はい、竹垣悟さんと決まりました。よっありがとうございます。よいしょ。で、まあ知ってある方、もしかしたらこの配信が出る頃には配信されとうかもしれんけど、はい、竹垣会長と K さんがコラボした時に、はい、俺がちょっと MC をさせてもらって、はい、で、その時に、まあ、竹垣会長との縁ができて、で、もしよければちょっとぜひやりましょうというふうな話が決まって、で、まあもちろんいつものうちのスタイル、一問一答形式を、はいはい、持ち込んで、で、竹垣さんにいろんな質問ぶつけて、で、そこで、まあ、またいろいろ掘り下げていこうというふうな感じなんで、まあ、俺らが質問を作るのも簡単なんやけど、やっぱりその素朴な疑問であったりとか、例えば、竹垣会長、今ほら、なんで会長って言われよかったら、はい、ご人会っていうそのボランティア団体とかもしようわけよね、はい、まあ、そういった形の形態で会長って言われる部分も今あるんよね、残ったわけ。だけど、まあ、そういった部分も、その活動も含めて、まあ、歴代、こう、勤めてきたその役職であったりとか、まあ、いろんなその、精通しとう部分があるじゃんね。で、やっぱりね、俺がその MC をしようって、で、K さんの方のチャンネルをこう俺が引き出しようときに、もう俺言葉出ないたっちゃん、あ、もうこれ俺喋れんと思ったけ、もう俺喋らないよって。どういうことっすか。その内容が濃いすぎ て、あ、俺じゃこれちょっと喋ったらいかんって、はい、っていう部分を竹垣会長はバンバン言うわけ。そう、まあまあそういう方なんよね、はいはい、で、まあその今こうやって撮影しようことはまあ知らんないけど、はい、ね、まあ視聴者さんにね、まあリアリティがあるようにちょっと電話をして、で、もうこのあれで、で、まあちょっと出るかどうかは分からんけど、なんかいいともみたいだよね。あーそうね、まあ、そう、うん、で、ちょっと電話をして、で、視聴者さんにその生の声を伝えて、うんうん、で、よろしくお願いしますと、で、質問をちょっと募らせてもらっていいですかっていう許可だけちょっと取っとこうと思って、で、もしね、それで、その、いや、そういう質問はちょっとやめてくれって言われてもいかんし、ちょっとその許可だけね、ちょっとこの電話で、あ、この配信上でちょっと取っとこうと思って。あ、ちょっと生電話やばいですね、うん、じゃあ電話しますよ。はい、で、お前喋って。いや、なんでいきなり、あ、オタク誰ですか言われて。誰ですか。いきます。あ、今本当に電話してますからね。これちょっと一回画面見せといて。あ、これ音、あれしとかないからね。あれかもしれん。あ、こんばんは。あ、お疲れ様です、ゆうまです。あ、この間ありがとうございます。あ、とんでもないです。あれ、お疲れ様でした、その説は。どうも、ありがとうございました。お疲れ様です。何かありましたか。あ、ですね、今度コラボが竹垣会長と僕で決まったじゃないですか。で、その際にですね、うちの名物コーナーで一問一答っていうコーナーがあるんですよ。で、その中に、まあ、竹垣会長の、への質問を視聴者からちょっと募りたいなと思いまして、で、そういったものは、まあ、許可なくちょっと質問を募るのもちょっとあれだったんで、よければちょっとその許可をいただきたいなと思って、そのお電話を差し上げております。いいですよ。あ、いいですか。わかりました。そしたらちょっと視聴者さんから竹垣会長への疑問であったりとか質問等をちょっといっぱい募りますんで、コラボの時によければ持っていきたいと思います。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。すいません、じゃあちょっと短い電話になりますけども、コラボの時はぜひぜひよろしくお願いします。こちらこそよろしくお願いします。はい、ありがとうございます。はい、失礼します。はい、すっげえすげえ。これで決まりということで。会長でしたね。会長でしたねすげえ。まあ質問を募っていいという許可が出たんで、はい、今まではね、考えたら、うん、許可とか取ったことないからそういえばちょっと会長に関してはね、そういえば、うん、そうですね、許可取りとかしてないですね。それ考えたらあれね、今までの人たちになんか、なんで俺たち、俺は取っとらんのってなりたいけど、まあまあまあ、そこは竹垣会長ということで、こちらもね、最大限の配慮をという形で。なんか竹垣さんもね、なんかすごい大物の方と現役時代は一緒に過ごされてたみたいで、なんかね、なんかもういろいろもうなんか濃い話が聞けそうですね。すごそうだよ、ね、K さんのチャンネルの方での、はい、もう竹垣さんの話はね、やばかったですか。あ、もう俺無理と思った。もう
どうなんですか、やっぱ昔の話の方がやっぱいいんですかね、もう今のとかよりは。ああ、いやいや、それはもう今現在でもいいし、昔の話でもいいし、いろんなものを掘り下げさせてもらっていいんじゃない。あの、それこそ本当現役時代のこととかも結構赤裸々に、その親分連中とか、その辺のも結構語ってくれると思うね。すごいですよね。まあ、普通ではなかなかこう表に出てこんような話とかも結構俺を聞かせてもらったりしたけ、まあ、俺は無言になったけどね。その MC の時は信也くんが、完全無言になった。まあ、その竹垣さんもね、 YouTube のチャンネルご自身で持たれてるんでね、まあ、ぜひ竹垣悟さんご、あの、知らないよっていう人はぜひ一度検索していただいて、そうね、存じ上げない方はね、はい、竹垣悟チャンネルで出てきて、でなおかつ、竹垣さん本人が喋、る配信に関しては3月の1日から本格配信っていう風な感じになって。あ、そうなんですね、じゃあ、 あの K ファミリーとかで竹垣会長が喋ってるところ、ぜひ一度ご覧になってね、はい、あ、こういう人なんだなというところを見ていただいて、その上でなんか質問いろいろ送っていただければいいですね。ですね、はい、そんな感じで、はい、今日はこんな感じでまずは、まあ、コラボの告知ということで、はい、ではお疲れ様でした。お疲れ様でした。